激闘の末、英傑はついに妖者を打ち倒した。だが、戦いはまだ終わっていなかった。妖者の巣に開けた新たな道、その先に妖者から抜け出た邪悪な力が飛び去ったのである。洛陽古老館で妖者を撃退した者たちにはもう分かっていた。この先に待ち受ける新たな脅威の正体が。しかし誰一人恐れる者はいなかった。これまで乗り越えてきた数多の苦難が勝利への自信を与える。新たな未来へ向けて討伐軍は進軍を開始した。へえ、すごい力を8つも感じるわ。これはひょっとしてひょっとするかも。想像しうる中で最悪の事態と言えよう。想像の範囲内の事態であるとも言えるな。人の子らの今の力ならば乗り越えられぬものではない。随分と信頼したもんね。お前とて人の子の勝利を疑ってはいまい。まあね、だってこの私が協力してるし。さて8人のか。思いっきり楽しんじゃおう。あんまり頼りにするなよな。で戦ったオロチとは一味違う。圧倒的な力だ。彼らは幾多の困難を乗り越え、この戦いも乗り越えられると信じるのだ。ここは流血、大地の力が集まる場所だ。この力は私ならば使いこなせる。オロチの術を止めることもできよう。なんだこれは。森の奥底から畏怖と恐怖が湧き出す。するものか。燃えよ我が闘志、前へ進むのだ。人の心を攻める術、以前のオロチでは考えられぬ技。他のオロチには警戒の必要がある。それぞれに固有の能力を持つと考えられる。さて悠長に構えている暇もないようだ。北と南をオロチが迫っている。
抑えておいでですぞ。実に素晴らしい。次回こそ我が目指す。敵が討ち取った。執着至極に存ずる。我が望みこそ世界の望み。やっ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 やさあ、術はなついわ。今こそ魔王の復活劇に幕を引くのだ。
き闘志、何者にも止められん。8人のオロチ様から解放された力、また一つに集まったみたいね。なんだかとんでもないものが生まれたんじゃない？太鼓坊さん、これも想像の範囲内？さて、いずれにせよ、時を超えた物語も最終章に近づいたようだ。人が導くのは、滅びの結末か希望の新章か。今はただ読み進めるとしよう。本気を出せばこんなもんだろ。ねえ、8人のオロチより解放された力、いつこかに飛び去ったようだな。どうにも嫌な予感がいたします。体の芯が凍りつくようです。ああ、新たな脅威が生まれたようだ。それもかつてないほど強大な。急ぎ進みましょうぞ。一刻も早く正体を見極めねば。